1、2、3、4、5、本日ですね、桜の開花を観測しました。福岡管区気象台は今日、敷地内にある標本木のソメイヨシノが5から6輪以上咲いていることを確認し、桜の開花を発表しました。去年より1日遅いものの、平年と比べて4日早い開花です。気分が、はい、春だなって感じでウキウキしますね。あ、行こうと思ってます。もうずっと今まで行かなかったんで。福岡管区気象台によりますと、桜はこれから1週間から10日ほどで満開を迎える見込みですが、気温が高い日が続いた場合、時期が早まる場合もあるということです。